先週は3回目の結婚記念日で特別な日差しと奮発して和牛を 1kg 買って帰り、嫁のために夕食の準備。準備は整ったが、まだ17時だったので最終的な調理はせず、せっかくだからとワインとケーキを買いに。帰り際に魔が差して花束も買い、18時半に帰路に着く。うちは子供もいないし、何もなければ夕食は20時から。今日は特別だし、帰ったらすぐに夕食でもいいな、と考えつつ帰宅すると、自宅前にお母さんの車。来るって聞いてないぞ。まあ、今日のメニューなら、義両親の分も足りるし。大丈夫だけど、空気読めよなぁと、考えながら家に入ると肉を焼く匂い。挨拶もそこそこに偵察すると、気を利かせたお母さんが厚切りステーキの予定を知らずに、和牛を焦げサイコロステーキに。マジかよ、とショックを受けるも配膳は譲らん。と作業に加わるも、野菜サラダはマヨネーズにまみれ、スープには醤油が足され、バケットは薄切りに。切れちゃダメだ、たかが夕食だ、と言い聞かせながら食卓に着くと、当たり前のように義両親も着席。心を落ち着かせて食べるも、下味をつけておいた肉にさらに塩コショウしたことが判明し撃沈。あら、あこかったわ、とぶりっ子のお母さんに、全然濃くない。むしろベスト。のお父さん。イチャイチャすんな。楽しみにしてたのに、こんな仕打ち、顔に出ていたのか、空気を読んでケーキを出す嫁。こんなケーキだよ、すごいね、と、ホールのまま食卓に出し、空気を和ませようとする嫁。それを直箸で一口食べるお父さん。それを見て、私も一口いただくわ、とお母さん。もう、どうにでもなれ、と過ごし、しっかりと食事をした義両親は、ちゃっかりと残しておいた和牛の半分と、ワインを持って帰宅。死にそうな顔で謝る嫁を落ち着かせて、経緯を聞くと、嫁に一切の非がない様子。義両親は、昔から、二人とも空気を読めず、他人の気持ちもわからず、いわゆるそういう類なのだろう。普段いろいろとお世話になってる上に、先の訪問も、結婚記念日のプレゼントを持ってきてくれたのが発端だし、絶縁だなんて考えてもないけど、今までこんなにハードなコミュニケーションはなかったな。今後のことなどを話し合いつつ、大変だったなぁ、と笑えたので一応解決か。ここに書いたのは、義両親に対して神経わからん。と思ったからではあるが、ポジティブな関係を築きたいとも思ったのです。とめは、思い込みが、凄まじく激しい、&思い込んだら、それが、自分の中で真実になる、&他人の訂正を受け入れない人で。それで、数々のトラブルに巻き込まれてきた。ウトさんや旦那が、何度も、それで頭を下げる羽目になってきたのも、よく知ってる。だけどね、ここまでバカだと思わなかったよ。別居してる嫁の留守中に、勝手に戸棚あさって、産婦人科から処方された薬を見つけて、産婦人科の薬避妊薬だわ。って勝手に思い込むって何よ。しかも、それを、こんなもの飲んでるから孫が生まれないのね。って、勝手に持って帰るって何よ。うちが、まだ子供作らないのは、旦那が転職したばっかりで給料が安定しないからだって何度言ったら理解すんのよ。しかも、それを避妊薬なんだって思い込みの上で琴目が服用して。結果、まだ大学生なのにできちゃって、そしたら嫁子を。って怒鳴り込んでくるって何よ。しっかり、薬の包装に当帰芍薬散って書いてるじゃんよ。どう見ても、ピルとは別物だよ。本当にありがとうございました。生理痛がきついとか、月経前症候群とか、産婦人科だっていろいろ見てくれるんだよ。薬だってそりゃいろいろあるよ。それなのに、医師の処方した薬を他人が勝手に飲むとかもう、ほんと、バカ。ウトが泣きながら、お前は、どれだけ、人様に迷惑かけりゃ気が済むんだ。まだ親の世話になってる身分で何やってるんだお前は。って、とめとことめをぶん殴ってたけど、
あの二人はともかく、子供に罪はないのに、ほんとどうすんだろ。しかし、あれだ、一番バカなのは、薬が一週間分ごそっと消えてたのに。なんか少ないかな？まあまた病院行きゃい、いやーで済ませてた私だ。週末琴音が彼氏と話し合ってきたそうな。彼氏は今月から新社会人、なので、責任は取れる。通過取る。結婚して出産してくれて構わない。ただ、自分はそれでよくても、琴音には、休学や退学を迫ることになる。就職も不可能になる。琴音新3年。もし琴音が下ろすというなら反対できないし、手術費も払う。数日よく考えて、それでも出産してくれるというなら、すぐにでも入籍しよう。要約すると、こういったことを言われたそうな。で、帰宅した琴音が宇都宮に報告したところ、止めの思い込みが真実になるスキルが発動したそうな。数日考える、どうして、今日、すぐに、結婚って結論が出ない琴音ちゃんをいじくんだのね。って、なんだよ、意味わかんねえよ、マジで。琴音のための選択で、彼氏くんは結婚するって言ってるじゃないか。ってウトが言ったらしいけど、他人の訂正を聞かないスキルも発動し。ひどい。琴音ちゃんかわいそう。今すぐ彼氏に連絡しなさい。お母さんが話してあげるから。とヒートアップするとめに、今までとめを責めたことがなかった琴音もブチギレて。もういや。お母さんなんか大嫌い顔も見たくない。と泣きながら叫んで財布だけ掴んで家出してきたそうな。以上が我が家に号泣しながら駆け込んできた琴音と、琴音さんがうちに来たんですけど、と電話報告した時にウトから聞いた一部始終。とりあえず、生活費はウト持ちで、しばらく琴音を預かることになったけど、もうやだあのとめ。琴音は、つわりで入院したりしながらも、無事彼氏と入籍。おととい、元気な赤ちゃんを出産。とめは、琴音入院中に、思い込みで琴音彼氏を殴って、琴音と私旦那から絶縁宣言。琴音は、子育て里帰りも、琴音彼氏の実家にお世話になるそうですよ。あれだけ待望してた孫を抱けないために、申し訳ないけど、正直飯がうまい。自業自得だし、